後でね。あと？よし。よし。あ、ちょっと大丈夫。こちらに眠さ。いいよ、いいよ、いいよ。あ、ちょこちょこ。あ、全然大丈夫。いや、俺やろ。日本一になりますよ。なんか大丈夫、ラフトに行ってくキャッチボールからですか。いや、ストッチします。あ、ストッチか。これは今年用のグラブですか。感じですね。入ってくれよ。入ってくれよ。水いる。綺麗なグローブテレサの方から。水いる。え？水いらん。あとですか。で、そこに入ってカバーに。これでかかったっけ？はい。俺はいいよ。あ、いらんの？これもらっていいの？うん、やるやん。こんなに気遣いのやつ。今日の手伝い量、それだけ。え、110円？110円？あ、じゃこれも甲子園から持ってきたから0円。大阪からも始まんね。Thank you.
大丈夫ですか。はい、じゃあお願いします。はい、12月にはアメリカでのトレーニングも、行われてましたけれども、ご自身にとってどんな収穫がありましたか。いや、まあ、新たな発見とか気づきもあったので、まあ、そういうのも踏まえつつ1月しっかり、動いていこうかなと思ってます。言える範囲でこういうところが気づきになったっていうちょっと具体的なところあればお聞かせいただきたいんですけど。まあ、体の使い方ですね。こういろいろ測ったり教えてもらったりしたんで、はい、まあ、そういうのもやっていこうかなと思ってます。もちろんタイガースファンも今年さらに進化した加藤選手の姿を期待していると思いますけれども、どんな姿を見せてくれますでしょうか。まあ、昨年以上の、ね、成績をしっかり残して、また今年もあれできるように頑張ります。新年明けましておめでとうございます。佐藤輝明です。昨年は本当にいい思い皆さんとできたんで、来年も頑張ってアレンパします。ありがとうございます。